それでは優勝されました中村亮太選手の登場です。皆様拍手を持ってお迎えください。それでは早速表彰に移りたいと思います。表彰者は大村市モーターボート競争事業管理者小川寛治でございます。優勝されました中村亮太選手には賞状とトロフィー副賞が贈られます。賞状優勝登録第4075中村亮太殿、貴殿はボートレース大村における真冬の王者決定戦において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。平成29年2月2日大村市モーターボート競争事業管理者小川寛治、おめでとうございます。続いて優勝トロフィーの授与です。そして副賞の授与です。副賞は大村市協定企業局長として大村市の特産品和牛詰め合わせセットを贈呈いたします。小川管理者ありがとうございました。そして今回の優勝戦は長崎ホルモン17周年特別記念レースということで、特別協賛いただいた焼肉屋長崎ホルモンから優勝した中村亮太選手に副賞が贈られます。贈呈者は長崎ホルモン代表楠田俊美様でございます。副賞は長崎ハムになります。ではここでお二人で記念撮影の方をお願いいたします。よろしいでしょうか。楠田様どうもありがとうございました。それでは中村亮太選手には優勝トロフィーを持って今一度記念撮影の方を行っていただきたいと思います。カメラをお持ちの皆様はぜひ、撮影の方をよろしくお願いいたします。中村亮太選手は昨年の12月多摩川以来の優勝で通算17回目の優勝になります。そして今年の初優勝です。地元大村では8度目の優勝になります。ピースサインも出ています。皆様ぜひカメラにお納めくださいませ。よろしいでしょうか。続いてボートレース大村フロアアテンダントより花束の贈呈です。それでは早速中村選手の喜びの声を聞いていきたいと思います。中村選手改めて優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。改めて今のお気持ち聞かせてください。もう正直にほっとしました。はい、今節は、モーター13号機を引き当てて、はい、前件からかなり手応えを感じていましたね。そうですね、 40% 超えてたんでプロペラさえ合わせればいいなと思ってました。はい、そしてシリーズ中盤からはもう全ての足が20丸と。そうですね、はい、もう手応えバッチリでしたか。手応えありました。はい、はい、そして早速レースを振り返っていきたいんですが、はい、インコースを取り切ってスタートはどうでした。とりあえずフライングはしないようにと思って、はい、一つだけ放って、はい、入るスタートをしました。はい、そして迎えた1マーク外の動き、特に3号艇が気になったんじゃないですか。バックストレッチは3号艇なんですけど、はい、スタートした瞬間は2号艇の方が気になったので、はいはい、そこだけ差しを警戒しました。うん、はい、そして、バックストレッチから3号艇との接戦が続きます。そのあたりの心境というのは。そうですね、足一緒ぐらいだったので、はい、2マークだけ差しを警戒してゆっくり回りました。
で2周1マークで振り切った形で、独走状態に入ったわけですけれども、はい、ここで優勝を確信されたというか、確信まではいかないですけど、はい、ちょっと水面荒れてたんで、はい、最後までしっかり走りました。はい、そして、真冬の王者になりましたけれども、そうですね、はい、冬は調子いいので。あ、冬は得意な季節ですか？冬の方が得意だと思います。はい、そしたらまだまだ寒い日が続くと思いますので、はい、まだまだ好調を維持できそうですかね？そうですね、はい、記念レースも入っているので、はい、冷静にレースしていきたいと思います。はい、そして話は変わりますが、一足早いんですが、明日は節分です。まあ、鬼は外福は内と言いますが、今日優勝という形で一足早く福を手に入れたわけですけれども、はい、今年は目標としてどういった大きな福を手に入れたいですか？そうですね、一歩一歩記念入っているので、タイトル取れたらなっていうぐらいで事故しないように頑張りたいです。はい、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。そして中村選手は次節2月7日からの住之江一般戦に出場予定となっています。はい、では最後に次節への意気込みを含め会場の皆様にもう一言お願いいたします。そうですね、住之江も得意なので頑張りますし、今回は大村の関係者の方々皆さんの応援のおかげで勝てたと思ってます。ファンの方たちもありがとうございました。一生懸命走りますので、また地元に来た時応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは中村選手にはもう少しだけお付き合いいただいて、お楽しみ抽選会に移りたいと思います。最後まで残っていただいたお客様にボートレース大村オリジナルグッズを5名様にプレゼントいたします。中村選手が引いた番号が当選者となります。はい、ではこちらお預かりいたします。どうもありがとうございました。では今一度ステージ中央の中村選手にご注目ください。それでは優勝されました中村選手の退場です。大きな拍手でお送りください。